皆様こんにちは。こんにちは。本日6月12日金曜日、私この現行のアカウント、なんと600日でございます。600日も経ったんですか、あれから。長っ。あのベルゼブブ降臨の翌日から始めたこの端末、600日だよ。ベルゼブブから600日も経ったんですね。時の流れを感じるな。運営から魔法石が10個届きました。ありがとうございます。このタイミングで。ちなみにあれだよ、ほら、はい、10月20日ニコニコ生放送でマックス村井氏のベルゼブブ降臨ノーコンクリアを記念して魔法石をプレゼントっていう、この、これが580日前。で、500日目の通算ログインボーナスってのが100日前。お、ちょうど100日前、それそうだわ、今日撮ってたそうだわ、こんな偶然あるんだなって一瞬思っちゃった、びっくりした。幸せっすね。おー、幸せですよ。皆さん、そんなわけでね、はい、月日が経つというのは早いものでございまして、あっという間だな。で、はい、まあ、このメールを開いたのはですね、7時間前、ここにね、書いてある通り7時間前、朝なんですけれども、魔法石が10個届きました。で、お返ししようと思ったら今日ゴッドフェスが来ている。来た。これはゴッドフェスだろう。あ、こっちは友情ポイントが足りないか、残念。行きましょうか。なんか、来そうな予感がしますね、ちょっと。2回行きましょうか。そのちょうど10個分で2回行きましょうか。いい節目になるといいですけどね、ここね。600日の節目のモンスターでございます。参りましょう。今回ね、新フェスゲームも入りましたからね。そうで、除外されたモンスターもいたりとかして、あの詳しくはガンホさん あのパズドラの運営サイト見ていただければと思うんですけど、結構今回からなんか変わりましたよね。うん、そうですね。本当に出ないらしいですからね、そのフェスゲーム。今回はなんだっけ、うん、アポカリプスとか除外されてたよね、確か。確かそうですね。確か、あと、あの諸葛亮とか除外されてたですね。フェスゲームも増えすぎたっていう話ですね。うん、じゃあ、行きますか。行きますよ。ドン。さあ、キン。よっしゃー。お、お。え、持ってないんじゃないですか。あ、持ってない。持ってない。いや、持ってない。素晴らしい。持ってない、カリン。カリン出てるの見たことないですか。あれ、カリンって覚醒したよね、先日。いや、カリンはね、カリンだけ。あ、まだカリンだけまだなのか。カリンだけまだです。おー、でもカリン素晴らしい。素晴らしい。いらっしゃいませ、カリンさん。カリンだけ白持ってる。サクヤ持ってない、私。あれ、覚醒してないのは、サクヤは覚醒というか、あの究極の分岐しまくってるからね。そう、レイラン持ってる、あのメイメイ持ってる、うん、え、メイメイ持ってるよね、私。白持ってる。メイメイ持ってるか分かんない。あの今度ね、はい、ボックス紹介別の動画でしたいと思います。きた。でも嬉しいな。いいっすね、持ってないモンスター。いいっすね。いいね、いきます。なあ、なでなでしない。甘やかさない。きっ、よっしゃー、きたー、ドン。あ、3体目3体目最近よく出んな。あれ、パール出すぎじゃない。メモリアルも確か、うん、メモリアル の、ね、あのランク150オーバーだったら1回引けるっていう、あれもパールだった。パール3体目進化前が2体だよ。こんなん防御耐性のスキル上げとか忙しいやん。1体はね、今ね、あの玉ドラ不足でね、覚醒してないんですけどね、うん、あの覚醒パールになってるんですよ。お、あのいつか使いたいと思ってるんですけど。パールは複数はありなんですかね、あんまり。いや、でも防御耐性側だからな。ただ覚醒パールのスキルってちょっと後で見ましょうか。確か回復ドロップを消したらとかじゃなかったっけ。間違ってたらごめんなさい。ちょっと後で見ましょうね、はい、複数いたらもしかしたら強いかもしれないぞ。終わっとく。2回ってなんかキリ悪くない。いや、確かにな。なんかキリ悪くない。 3？ なんか気持ち悪くない。引きたいだけなんじゃないの。いいよ、リオネル引いていいよ。え、いいですか、代わりに引いていい。本当に初めてですよ、うん、600日の記念だよ。いいですか、マグネト君引いちゃう。いや、嫌だっつってる。嫌だって言って。いきます。せっ、入ったかな、今入った。これで三つ星だったらもう結果出さずに三つ星だけで終わるぞ。いきます。せーの、ザイン。よし。
くしろ。ここで動画が終わってる可能性がある。あーしゃーしゃーまだ出るんだこの人。はい、じゃあ行こう行こう行こう。あれまだ出るんだ。ほんとそうだな。シャード、あ、しかもシャードラだと思ってたら名前シャードラン。ね、進化後ですよ。シャードラからシャードランじゃないですか。攻略アプリいきます。パールとカリンね。じゃあまずカリンからいこうか。すいません。いやーびっくり、いやーびっくりした。すいません。じゃあまずこちらから、はい、カリンからいきたいと思います。カリンはこの子からスタートして進化して、うん、で今はなるほどね、分岐覚醒してないんだね。そうそうそう、その究極の分岐までか、うん、ちなみに水木のカリンだと泥鏡泥鏡泥鏡水属性強化方法、うん、闇は神体力2ウェイトスキルブーストがつくのか、うん、なるほどね。水闇これはちょっとキープしていつの日か来るであろう覚醒をちょっと待ちたい感じだね、うん、素材的にも。私レイラン戻しちゃったからね。じゃあ次パールいきます。はい、パールやってまいりました。この子が進化しまして、うん、ここからが分岐で、まあ、3つあるんですけど、うん、今私は1体覚醒しております。はい、ただタマドラが いません。なるほど。スキルが水ドロップを回復に変化で回復ドロップを強化。あ、でこれだ、ほらリーダースキルが貴属性の攻撃力 2.5 倍回復 1.5 倍回復ドロップを5個以上つなげて消すと2倍、うん、っていうタイプ。覚醒多すぎてね、タマドラが全然足りない。あ、バインド耐性2個あるって優秀だな。バインド耐性でかいっすよね。超でかいなーー、ね、これは2体攻撃も2つついてるね。えこれで考えると回復ドロップ5個以上つなげて消すと2倍なんだったら、この複数体パールいてもいいね。いいのかな。回復ドロップ作りまくるよ。いやでもバランス取れんのかな。全部あの水を回復が被ってるんで、まあ、ね、同じターンで使えないっていうのがバランスがちょっと。まあシャードラは見なくてもいいだろう。いや見る、知らないモンスターを一応オーケー、一応見ときましょう。知らない手がもうすごい知ってるんだけど。シャードラン、シャー、はい、シャードラからかわいい、かわいい、シャードラン、シャードランからメガロドラン、メガロドラン、メガロドランから、うん、あ、先行流メガロドラン、かっこいい、うん、アリュ、アリュ、まあパールバティの水盤。パールバティの水盤。パールバティの水盤。ヒドメージ軽減も。とは言えない。メガロドラ。僕ね、パズドラ始めて最初に出た金がこいつです。マジで？この1個前。ここ？これです。なんとも言えんな。確かこれでした。なんとも言えんな。すごい強そうで、やべこれ当たり引いたわ。はい、そんなわけで600日ということと同時にゴッドフェスが来ていたのでゴッドフェスでございました。私はカリンが超嬉しい、うん、ではまたさよなら。新フェス限狙い。あ、やばい、音が鳴ってない。おっ、きょっ、ほっ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 。僕は何30回くらい引いて何もってない。僕は30回ぐらい引いて何も出なかったです。あ、帰ってった。え、椿ちょっと見たい。やばい、家具土がある。本当に出ると思わない。もう普通でいいんやろな。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあこういったものまで来た、怖い怖い。最低水です、水いやもうみんなそんなこと信じてくれ。やめなくなってる。高級でやばい。必死。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。